番「タイガーファンディング」ではどうぞ失礼します今宵も一人の志願者がキャリア獲得を目指して虎へと挑む。 ではまずご経歴をどうぞ大平博人、十九歳、大阪府在住最終学歴は大学在学中ですあなたが思い描く未来の姿は成長できる環境で人生にワクワクしたい新しいキャリアを掴み取れキャッチ時オファー大平さんの経歴は簡単に教えてください沖縄県の高校を卒業後大阪の近畿大学に 入学し近畿大学の経営学部会計学科に入学しまして現在は在学中です。今回のプランを簡単にお願いします。自分の今回の志願理由にもなる重なる部分があるんですけど、その自分大学をその就職予備校みたいな形で捉えていて、こうやってメディアに出ている。その虎たちのもとで働きたいと考えております。よろしくお願いします。 今大学1年生で,すでここで例えば決まったら大学を辞めてすぐに働き出すっていう意味ですか、はい、もうそのつもりで来てます大学は就職予備校みたいに捉えていますって書いてあるけど、はい、それは大学を卒業することが前提ではないわけだそうですねこれ配信されちゃうから <laughs>、はい、あなたの友達とか大学の先生とかも全部見るで大丈夫まあ大丈夫です大丈夫はいあの必ずしも採用決まるって限らへんよ 大丈夫ですその時は <laughs> <laughs> その時は近代に残り続けるの <laughs> 残り続けますよ残り続けると、はい、普通に平然と言ってるけど大丈夫かな大丈夫ですそんなやつはお前方向処分だっつって大学辞めさせられることないかねそれされたら相当ちょっと怖いですけどねそれぐらい怖いことやってるかも分からない君が今日 <laughs> いやでも分からんけどねはいまあ,あのいろいろ考え方があると思いますんでじゃあ、はい、ぜひ皆さんお願いしますはい気になりましたちょっとアピールになったらいいなと思いまして 大阪すごい。<laughs> ヒッチハイクで来た。そうなんですよ。え？とこう今日今日ヒッチハイクで大阪から。<日>夜中の1時に出発して。<laughs> ででそうですね現在。誰も拾ってくれなかったらどうしようと思ってたの？もうその考えはないですね。間に合わせますって感じです、ね。<laughs> また面白いね。え何回乗り継ぎあったの？い一気で来た？えっと3台の車に乗せてもらいました。 最初どこで拾ったのスイーターサービスエリアってところがあるんですよ、うん、そちらまで知り合いに送ってもらいまして、はい、でそちらで声かけてから滋賀、まあえー、行って、はい、静岡行って、はい、で東京っておすごい行動力行動力すごいですねえっとちょっとだから早くいたんだ <laughs> いやなんか最初からいたんで「あのさ誰?」みたいな。 話になって、いや、二、はい、人目の志願者ですが、めっちゃ早きたなみたいな。はい。あ、そういうことだったね。そうですね。それはお金がなかったから、それでもちょっと面白いかなと思った。ネタにしたかったです。話の、なったよ。ありがとうございます。うん、<ー>なるほど。<laughs> まあ、けどね、最悪間に合わなかったのね、こっちは困るわけだから、ネタにはなるかもしれないけど。まあ、迷惑な話とも言えるよね。はいはい ね、だから、まあ、最悪電車で行こうとかそういうのはなかったの今一応話の流れ上ね、はい、それは考えてなかったって言ってたけどそれですいませんネタになると思ってヒッチハイクで向かったんですけど、はいね、それ間に合いませんでしたじゃあ収録は穴開きますってことだってあるわけでしょはいもちろんそのことも考えてでとにかく新幹線のちゃんと方向性もまあ考えてはいたんですけど考えててけど市外行っちゃったらどうなの大丈夫そそからででも行けるそうですねまあ 最悪ここの駅に行けたら間に合うとはそういうのは考えてたのどうしても静岡で止まっちゃってやばい時間がないってなっちゃってここからもうタクシーでその駅まで行かないとこの時間まで間に合わないとかっていうのはちゃんと考えてたうそこはもう常に時間はグーグルマップ上のあれですけど調べながら本当本当ですなんとか意地悪しようとしてる。駅がすごい遠い場所ってなった場合にタクシー乗り継がないと駅まで行けないところもあるわけじゃないですか。はい そこで降ろされた時用にタクシー代とか新幹線代とかもちゃんと保険として持ってたってことですね。はい、持ち歩いてはいました。いくら持ってるの今日？え、これは言うえ実際言うと三万弱は持ってきました、ねうん。まあじゃあ一応車ではなんとかなるな。うん,うんうんうん。今日帰りは <laughs> ちなみにどうされるんですか？えっと実は何も考えてなくてその大阪方面でまた帰いて。 くでも、ネタにならないですよね。まあ、けど、このままね、あの、就職が決まって、帰ることなくなるかもしれないから。あ、はい、あ、<laughs> そう。それはもう、ありがたい限りですね。<laughs> 嬉しいです <laughs> 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 はい。いや、あの、いちいち俺を見つめない<笑><笑>なんか、ずっと見つめないでて、れ。どう,もこうリアクションしていいか分かんないから。<ー>あの俺を見なくていいから。<ー>はい。はい。これ、近畿大学って、うん、あの、すごい、関西ではね、人気の大学で、 はい、あの最近もね伸びてる学校なんですけど、茶壺<ー>高校って結構アホですよね。はい。ね、入っていうのはですけど。ですよね。どうどうやって入ったんですか。勉強をしました。しました。推薦ですか。いや一般入試で。一般入試で。試ではい。な何をどう勉強しました。近代志望をしたのが本当に三年の高校三年生の夏ぐらいからで。うん 沖縄の学校は嫌だったんですねそうです、ね、沖縄から絶対出たいなと思って出たいなと、はい、で近代をまあ夏に志望してそこからもう学校にもちょっと時々休んだりしながら家で勉強ずっとして、うん、塾には通ってなかったので本当に独学でずっとそうそこまでして入った近代をやめたいっていうのは何か理由があるんですかやめたいっていうとまたちょっと語弊があると思うんですけど、うん、優先順位というかやっぱり 目標を達成したらその次また次の目標って出てくると思うんですけど、まあ、そんな感じっていうとちょっと雑かもしれないんですけど入るだけでよかったと卒業は必要ないっていうことですか卒業が必要ないというよりかはちょっとこれ言うとあれなんですけど、うん、やっぱりその北谷高校っていうところから近畿大学にはもう本当に全然いないんですけど近代すらあ全然出ない学校なんですけどその中で近代に出たぞっていう。 大平とってバンって張り出されたかったっていうちょっとよくもあって言いまして<ー>学校で実際張り出されなかったんですけど <laughs> <laughs> 近代でこれが勉強したかったっていうよりも自分をどんどん成長させてくれる場に身を置きたいそれは沖縄よりももっと大きな町だで近代に入ったでもこの大学生活半年ちょっと経験してみたけどもっと自分を成長させてくれる場所があるなら今すぐでもそっちを選びたいっていうそういうイメージなのかな。 そうですね。まあ成長できる環境に行きたいというのはあるんですけど、自分まあちょっと自分の好きな言葉っていうかモットーにしている言葉みたいなのがありまして、環境にこだわれっていう言葉がありまして、えっと、本田選手のよ、ね、そうそうです。ね、本田圭佑さんの近代の卒業式で言った言葉なんですけど、その言葉は実はその出る前に自分も言ってたんです。うん、周りが勉強しない環境にいて自分絶対勉強できないし、で図書館に自分の身を入れれば勉強はかどるんですよ。だから結構本当に環境みたいなって。 大切だなってそこで感じて常に環境にはこだわっていきたいってなってそそこに軸を置いて行動してます働きたい場所を探すための前から通過点みたいな形で近代卒業して就職でも良かったし、はい、今回この場で彼に採用されたら本当に大学辞めていい企業で働きたいっていう希望はあるんですかそうですねもういい企業で働きたいっていうのはもちろんありますねう子供もいてる親でもあるんで気になるのが学費、はい はい、親御さんが払っていらっしゃるんであれば、はい、親御さんにも例えばこういうふうにこういう番組出て採用されたら俺大学辞めるんだみたいなご相談みたいなことはされていらっしゃるのかなっていうのが少し気になったんですけど、はいえー、それはもちろんもう親ともしっかり相談して、まあ、目的というか子供に会ってほしいのって多分幸せでいてほしいだったり自分も親は不安にさせたくないので。 実際その企業だったりとかっていう道もあると思うんですけどそこって不安要素でしかないじゃないですかよりはもう早めに定職に就くというか安定した収入しっかり得てる方がまだ親を安心させれるのかなと結論この番組に出ることは言,言われたんですかあ言いました言いました親御さんどう言ってました好きなようにやっていいよって理解あるお父さんお母さん両方いらっしゃるんですか自分母子家庭で育ってましてはい。 お父さんにはま話してないんですけど、お父さんはまあ小さい時から関わってないので、お母さんにはもうしっかり答え言いましたね。学費はどこから出てます？奨学金です。じゃ途中でやめたら返さんでいいってことですか？そうですね。一年分の学費を払っているので、その分は返すんですけど。やめるやったら二回に上がるまでにやめるかどうかっていうのを決めるっていうことですかね？そうですね。正直進めないかな。はい。この若い十八歳から二十一歳、大学卒業まで二十二歳までかな。 までしかもう正直早く働きたいっていう気持ちはあるけれどもモラトリアムじゃないけど本当に社会に出ていくための武器を身につけていった方が君はやればできる子だと思うので、はい、経営学学部会計学科、はい、例えば公認会計士を目指すとか、まあ、それに準じた資格を取るとか。 そういうい武器を持った上でもっとと上を目指された方がいいのかなと思うんですけど。まあ残り3年間通ってそこからまあ就,就活はもう始まってると思うんですけど就活始めたとしてもまあ言っちゃ悪いですけど近畿大学ってそれは他のトップ層に比べたら全然中,中堅次第ですしまあ学歴フィルターというとあれですけどちょっとみたいなの引っかかる可能性も なきにしもあらずみたいな感じてて超一流ではないということですよねそうですね、うん、なんで先の分かんないところでし勝負をする,するよりも今こうやって社長たちの前で人柄だったり今までやってきたことみたいな経験を伝えて採用っていう形で取ってもらえる方が自分は価値はあるしいそれでいきたいなって感じましたヒッチハイクでスタジオまで回そう。 タイガーファンディングの空気を変える志願者いい環境に身を置きたい信念と行動力アグレッシブさを武器にどう戦う大学に行ってないんでその大学の優位性というのがよくわからないんで、うん、大卒の方々に教えてもらいたいんですけど「うん、林先生なんもないっす」。ななんんもいですか、うん、やめましょ っていうふうに意見です。僕は。う,うん。僕は即。 っっちゃゃえばいいいいんじゃないっていうやっぱり時代によって大学の必要性って変わってきていると思っていて今の時代で言うとやっぱりその SNS で同世代の人たちがいろいろ頑張っている者同士がつながれるで刺激を受けられるそれがすごい大きいかなと思うんですよねやっぱり一回社会に出ちゃうと大学生っていう肩書きはもう持てなくなるので大学生同士のなんかこう集まる場とかコミュニティとかに入れなくなるのでそういうなんかこう大阪だけじゃなく東京も含めて いろんなこと自分で NPO をやってたり、もうあの起業してたり、そういう人たちとつながれる場っていうのはやっぱり大学にいた方がよりモテるのかなとは思います。はい。うん、お金は信頼にイコールだと僕は思ってて、信頼を勝ち取れる人にならないと稼げないと思うんですよね。大学を途中で辞めたってことがあなたの 信頼を損ななうう恐れが今後ああるるっていうのはあるんですもちろん僕らは分かってるけどこういう番組に出て、はい、チャンスをつかもうとしてでいい社長に拾ってもらって「大学あの時辞めたんです」って言っても結局君は高校卒業になるんですよ、はい、今時学歴なんか関係ないし「北谷高校卒業でもね人が良かったら採用しますよ」っていうね 社長さんいっぱいいるとは思うんだけどもこの先長い人生で近代をやめることが果たして正しい選択なのかっていう何て言うのかな大人として、まあ、僕息子がいるんですけど息子だったらどう止めるんで、はい、やめとけと。 はい、とりあえず大学卒業してからやろうって,ってもちろん大人の言うことが正しいとは限らないけど君が環境にこだわってより幸せをつかむためにこう動いてるんだっていうことはね番組でも出てるんであれなんだけどもどうしてもちょっと前に進めないというかいい,いい気持ちでは見れないというか、はい、ャタン高校の先輩そこにいるんですけどね一人で <laughs> 僕の秘書がでもめっちゃいいやつで何年、ね、僕と一緒にやって。 10年ぐらい一緒にやっててよくあんな人を「先生採用できましたね」ってすごい「うらやましいです」と「あんな人がそばに先生いてくれててうらやましい」って言われるからすごい茶短高校に対すするイメージは僕めちゃいいんですよはいその沖縄行ったらいつも彼にアテンドしてもらって「北谷高校のやついいやつ」って頭あるけど。 あのチャタン高校から近代入れるんだっていうのもちょっと驚いたんですけど、はいはい、だからこそちゃんと卒業してね会計の資格でも取ってねそれからだったらもう全然採用するなと思います岩井さんいかがですかあの僕はの大学6年目に中退した人間の身なんで中退すればいいじゃんって言いがちだけど僕は彼には今大学辞めることは全然賛成できないですねあ<の>僕は えっと、大学に5年とちょっと行って、大学の中で学んだことがめちゃくちゃあるんですよ。勉強以外に。ものすごくたくさんのことを学んだんですね。社会のことも学んだし、まあ友人との関係の中でさまざまな高校時代までには学べなかったことを腐るほど学んだ上に僕がいる。でも今、ほんの数十分彼は横で聞いてて、なんもないんで、悪いけど、僕から言わせれば。え、君、今大学辞めて社会出て、 君の一体何をこの人たちは買えばいいのかというのは僕には全く伝わってきてないから、ただのちょっと元気のいい子だけにしか僕には映ってないです。はい、とすれば、麻生先生がおっしゃったように、結果君は茶炭高校の出身という学歴になるんですよ。はい、僕は、東海中高ってのは実はめちゃくちゃ名門校なんで、どうしては中退してるんだけど、東海中高出たっていうことが今、めちゃくちゃ自分の中では周りにも、あ、岩井さん東海なんだねって言われちゃうっていうのがあるので、意外となんかね、 僕って中退してるけど実は全然東海中高出てることが誇りみたいな人間でもあるのででもモペねあなた今俺の目から見てるとただちょっとだけ元気のいい子で、はい、じゃあこの価値を誰がどう見て採用するのかっていうのは今,今の時間まではごめんねまだ見えてない。はい じゃ、ここで多数決取りますか彼は中退すべきか <laughs> すべきじゃないちょっとそれで、お二人もね、意見を聞いて、ね、あの、あんま大学のイメージがわからないですよね。二回生になる前に彼は近畿大学を中退して、彼の望み通り社会に出る方、がいいと思っている方手を挙げていただけますかお二人。ちょっと条件付きでですかね、すかねここはい。なあ、そんな中途半端な。どっちかしら、ほんと。ビシャってやつですそらさん、良くないと思う。 はい、私は大学に残った方がいいと思います。あ、そう,そ,もそうですね。はい。はい、これ、私が思うことがあって、はい、さっきお話しされてた、茶、はい、ャ高校を出て、近畿大学に行って、張り出されたかった,みたいな。 やっぱり自分は自分のことをよく分かってるじゃないですかだから自分の凄さをやっぱみんなに分かってほしいっていう気持ちが強いと思うんですよ今、はい、1819って私もそうだったんですごくその気持ちわかるんです今日ここの場に来てこの気持ちを今話せてるじゃないですか、はい、私一つの自己承認欲求っていうのは今満たされてるおっしゃってましたけど今入ってるということでその4年間のうちに大学にいながら 本当に増やせるることとたくさんんあると思うんですよね自分の中のスキルとか調べ物とかでさらに自分の良さを伸ばして社会に出た方がバカにされないと思います私やっぱりこういう経営者の人たちは意外とそういうところを見てると思うのでそっちの方がアドバンテージになると思いますだから残った方がいいと思いまし中退派からもはいよろしいでしょうか中退派え大学 意味ないもんね。株式会社、イヤシープ代表、林直宏。学習塾で全国制覇。年賞100億円超えを実現。次に仕掛けるのは、極楽睡眠ヘッドスパイヤシープ。フランチャイズチャンネルで様々な業態を支援。積んだ金額は、驚愕の2億円超え。積む、積む、積む。軍資金とノウハウを授ける、フランチャイズの王。今宵も聞けるか、サービスですよ。え、ね、大学、 意味ないもんね。勉強しちゃってね。<laughs> 医学部は意味あるけどさ、文系の学部で、法学部でさ、弁護士になれないけどさ、ね、近畿大学から会計士も受かんないしね。<laughs> ね。<laughs> ま,あまず無理よね。資格もらえるんだよね。だから、なんでいい大学に行くかって言ったら、いい企業に行くためじゃん。でで,で、いい企業になんで行くかって言ったら、年収が上がるためじゃん。はい、ね、ってことは、まあ、近畿大学からいい企業に行けるかって言ったら、 そんな行けないし、それだったら早く働いて、いや今ね、例えば動画編集とかできるようになって、それだけで、多分いいとこのサラリーマンよりは稼げちゃうからね、フリーランスとかでね。だからもちろんリスクはあるよ。大学4年間行って大卒っていう方が、 あなんかちゃんとしてるねとは言われるんだけど抑えよりもワンチャンを狙う男だと思うからどうせ大学の勉強見入らないだろうからいきなり辞めていきなり起業するのはいきなりそういうとこへ行って働いてスキルを高めた方がいいと僕は思いますただ俺はは会社もも作りなながら大学も卒業したたけどな、はい <laughs> <laughs> 一応 <laughs> ただ彼ってここに書いてあることが俺すっげえ変だなので、いい企業は名のある企業だったり名のある社長のことでって書いてある これが、はい、お前何言ってんのって話なんですよ、俺に言わせれば。いい会社って、はい、名のある会社がいい会社なのか。で、こうやって、メディアに出てる社長だったら、その会社いい会社なのそれがあなたの基準なのえっと、もちろん、その、まあ、好き嫌いというか、好き嫌いというとちょっとあれですけど、決めるって言うと、なんて言ったらいいですかね判別判別っちゃおかしいですね。選びは、選びはします。選びはします 何ていかいすいません、ちょっと、あのね、のはい。名のある企業に入りたかったら、はい。頑張っていい大学入って、はい。就職活動頑張っていくのが正しい道じゃないはい。ということは、君はそれを蹴ろうとしてね、今。はい、自分がいい企業だって言ってるところのうち、か、こっち側は蹴ろうとしておんね確かにこの人たちは、名のある社長よ。じゃあ、名のある社長の会社がいいって言うんだったら、ここでチャンス潰したら君どうしようと思ってんのじゃここで採用されなかったら。 大学に通うで今まで通おりと言うとあれですけどやれるかとじゃあ卒業して4年間卒業して、はい、もう1回メディアに出てる名のある会社の社長を受けに行くわけ受けるところはそれはもちろん自分でやりたいことを見つけてそこをやりたい会社企業だったりにじゃあもう1回だけ聞くけど、はい、君にとっってていい会社って何なんえっとそうですねまあ認知度のあるって言ったらいいっすかね何あまあだから 俺はそう言ってる時点でなんとなくこのクソがきいと思ったってだけだねはいうん。多分良くも悪くもダイガーーファンンディング衝撃の参戦。サッカ大学在学中に出版した「5体不満足」は今や誰もが知る名著スポーツライター小学校教員と業界の枠組みを超えて活動600万部超えの超ベストセラー作家として執筆を続ける多様性社会実現のために既存の価値観を覆す新時代の志願者を待つ 良くも悪くも我慢ができないタイプの子だと思うんですここは俺のいる場所じゃないんじゃないかって思いながらあと3年大学にいてどれだけ身のあることができるかっていうと僕は難しいんじゃないかなと思うんです、はい、麻生さんが言ってたこと矢上さんが言ってたこと本当にその通りで正論なんですでも僕も結構正論通りに動けないタイプでいやわかるそうできたら俺も苦労しないんだけどっていうことがいっぱいあった そういう意味で、あなたも、そうできたら多分その方がいいんだと僕も思うけど、多分そうできないタイプだと思うの。だったらもう動いちゃって、失敗もして、時には成功もして、ああ、やっぱり俺足りてないな。これ本気でもう一回大学で勉強しないと、俺まともな人材にならないなって、本当に腹の底から感じたら、もう一回大学帰ればいいよ。でも、そう思うには、 多分あなたはいろいろ社会の中で動いた方がいい気がする、はい、だから僕は今辞めてもいいんじゃないかなと思ってます、ね、大学卒業派と中退派で今実は分かれてるんではなくて今辞めるのがいいのか悪いのかの違いじゃないですか僕も全然卒業する必要はないと思ってますけど彼矛盾してるもんだって言ってることが 名のある企業に行きたい、人気の高い企業に行きたいってそれは今時の若者、そんなもんだと思いますよ、あとなんかね、こまあ、例えば岩井社長のもう広告代理店みたいな、なんていうか、広告制作会社やられてるじゃないですか、はいはい、だから、ちょっと有名な広告制作会社だったら、<laughs> 令和の虎の広告制作会社入ったんだよって言って、え、マジ方ほうが年商が全然大きくても、まあ、業界4位ぐらいでも、え、令和の虎の広告部門いるなみたいな。 な方がネタになっってていいい思うのの現代の若者だと思いますけどね僕は中退してここに出てきて、ええ、社会に出ようとしてるんだったら企業の名前とかにこだわらない方がいいって俺は思うだけなんですよなんかネタになる会社がいいんじゃないですかね認知度のある会社とか名のある会社を林さんに言わせるとネタのある会社になっちゃうから、ええ、会話がおかしくなるんじゃないですかこれネタになる会社っていう意味で言ってないと思うんですよ もちろんその話としておいしいって言うとあれですけどいいなとは思うんですけどそ,のそっちももちろんあってほかにももう一つあって採用してもらった場合がで自分がそちらの会社を選んで中退って形になると思うんですけど今話されてるのって他の会社で働く時に高卒って見られるよねだったりじゃないですかってなったらその企業も辞める前提みたいな話になってる気がしててもう続けるつもりではい,いるのであ、まあ、ごめん何言ってか分かやんねえや。 就職か、中退か。虎たちの意見が割れる。キャリア獲得を目指して挑む戦い。物語は怒涛の後半戦へ。新しい未来の行方を見逃すな。コミュニケーション能力ってかなりある方だと思ってますか思ってます。そうですか。僕はないと思ってます。 you <laughs>